コルゴサウルスは約7660万年前から7510万年前の後期白亜紀カンパニアンにあたる北アメリカ西部に生息したティラノサウルス科に属する獣脚類の恐竜の属。化石はカナダのアルバータ州から発見されており、可能性のあるものはアメリカ合衆国のモンタナ州からも産出している。古生物学者は本属を タイプ種 G リブロタスのみからなるとみなしているが、誤って本属に割り当てられた種もいる。他の基地のティラノサウルス化と同様にゴルゴサウルスは二足歩行の発色動物で、生体の体重は2トンを超えた。大きく鋭い歯が5に並び、2本指の前足は比較的小型であった。ゴルゴサウルスはアルバートサウルスに最も近縁であり、ティラノサウルスとはやや遠縁である。 ゴルゴサウルスとアルバートサウルスは極めて似ており、主に頭骨と葉の繊細な際により区別される。G. リブロタスをアルバートサウルスに分類する、すなわちゴルゴサウルスをアルバートサウルスのジュニアシノニムと考える専門家もいる。ゴルゴサウルスは西部内陸回路の端に沿った豊かな反乱源に生息していた。ゴルゴサウルスは頂点捕食者であり、 数多くのケラトプス科やハドロサウルス科を捕食していた。一部地域では、ゴルゴサウルスは別のティラノサウルス科恐竜、ダスプレトサウルスと共存していた。両者の体格は大まかに、同程度であるものの、生態的地位をこととしていた証拠がある。ゴルゴサウルスは、ティラノサウルス科の中で、化石記録が最も多く、多数の標本が知られており、オントロジーや、 生活観及びその他生物学的観点からの研究が可能となっている。G. リブロタスの生体と亜生体の人との大きさ比較ゴルゴサウルスはティラノサウルスやタルボサウルスよりも小型で体格はアルバートサウルスやダスプレトサウルスに近い。生体は全長8から9メートルに達した。成長しきった生体は体重約2.5トン。 あるいは2.8から2.9トンにもなった可能性があると推定されている。これまでに発見されている最大の頭骨は、頭骨長99センチメートルで、ダスプレトサウルスのものよりもわずかに小さい。他のティラノサウルス科と同様に、頭骨はボディサイズと比較して大型であるが、頭骨には空洞が存在して大きな穴により軽量化がなされていた。 アルバートサウルスとゴルゴサウルスの頭骨は、プロポーションとしてダスプレトサウルスはじめ他のティラノサウルス科よりも長く上下に低い。噴部の先端は鈍く、尾骨と頭頂骨が頭骨の正中線に沿って融合し、これは他のティラノサウルス科にも共通する。眼科は楕円型や鍵穴型というよりも円形であり、これも他のティラノサウルス科の属と共通する。 涙骨の高い景観上の突起は、それぞれの目の前方にあり、これは、アルバートサウルスやダスプレトサウルスと同様である。アルバートサウルスとは、脳を取り巻く骨の形状の際から、区別できる。ゴルゴサウルスの葉は、すべてのティラノサウルス科の属に、典型的である。噴部の正面に位置した八本の全上閣骨葉は、小型で密に並んでおり、断面は、D 字型である。 ゴルゴサウルスの上学骨の最前方の歯も、また、形状が前上学骨歯に類似する。残りの歯は、断面が楕円形であり、他の大半の重脚類では、ブレード状になっている。8本の前上学骨歯の他には26から30本の上学骨は30から34本の歯骨歯がある。本数は、アルバートサウルスやダスプレトサウルスに近く。 タルボサウルスやティラノサウルスよりは少ない。復元ズゴルゴサウルスのボディプランは他の全てのティラノサウルス科と共通する。巨大な頭は S 字型の首の端に備わる。大きな頭とは対照的に前肢は非常に歪償である。前肢の指は2本だけであるが、第3、中手骨が確認できる標本も複数あり、他の重脚類に見られる。 第三種の痕跡が残されている。ゴルゴサウルスの後足は地面につかない小さな第一、死も含めて、それぞれ4本の指を持つ。他の獣脚類と比べると、ティラノサウルス科の後足は、全体的な体サイズに対して長い。これまで知られているゴルゴサウルスの最大の大腿骨は、長さ105センチメートルに達する。より小型のゴルゴサウルスの標本では、頸骨が大腿骨よりも長く、 これは速く走る動物に典型的なプロポーションである。大型の標本ではこの二つの骨は等しい長さである。長く重厚なおは頭部と頭部のバランスを取り、重心は腰の上にあった。古生物学者フィリップ・ジェイ・カリーは2001年 2G リブロタスのホロタイプ標本に皮膚の印象化石が見られることを報告した。彼はもともと 皮膚が本質的に滑らかで他の恐竜に見られる鱗を持たず、大型原生鳥類に見られる二次的に羽毛を失った皮膚に似ていると報告した。ある種の鱗はホロタイプ標本に存在していたが、これらの鱗は非常に小型で、さらに互いの距離も離れた状態で存在していた。別のゴルゴサウルスの皮膚活石からは、より密で大型の鱗が確認されているが、 ハドロサウルス科などの恐竜と比較するとそれでもきめ細かい鱗となっている。これらの標本はいずれも特定の骨や特定の部位と関連付けられていなかった。エンサイクロペディア・オブ・ダイナ・ソーズでケネス・カー・ペンターはゴルゴサウルスの尾に由来する皮膚の印象化石は円形内視五角形の小型の鱗が確認できると指摘した。現在は ゴルゴサウルス・リブロタスの様態とみなされている、ゴルゴサウルス・スタンバーギーのタイプ標本は、5664。ゴルゴサウルス・リブロタスは、ローレンス・スラムが1914年に、初めて記載した。俗名はギリシャ語のガンマ・ローガンマ、ゴーガスとシグマ・アルファ・ウプシロン・ロー、サウルスに由来する。タイプ種は G、G リブロタスで、種種名は、ラテン語の動詞ライブレイヤの過去形を語源に持つ。 ゴルゴサウルス・リブロタスのホロタイプ標本 NMC2120 は頭骨の備わったほぼ完全な骨格であり1913年にチャールズ・モートラム・スタンバーグが1913年に発見したこの標本は完全な前足が発見された初めてのティラノサウルス科の標本であり産地はアルバータ州のダイナソー・パーク類相でオタワのカナダ自然博物館が所蔵している ニューヨークのアメリカ自然史博物館から派遣された発掘家は同時期にアルバータ州のレッドディア側で活動しており数百に及ぶ恐竜の標本を収集した。これにはーリブロタスの完全な頭骨4つが含まれさらにそのうち3つは骨格とつながっていた。1923年にマシューとブラウンはこれら4つの標本を記載した標本案 5458また、マシューとブラウンは5番目の骨格案5664を記載しており、これはチャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグが1917年に収集して博物館に売ったものであった。これは他のゴルゴサウルスの標本よりも小型であり、頭骨は上下に低く軽量で、四肢のプロポーションは長かった。骨の間の 数多くの縫合線は融合していなかった。マシューとブラウンはこれらの特徴をティラノサウルス化の様態のものであるとしたが、それでも、なお新種 G ・ストーンバーギーのホロタイプとして記載した。今日では、古生物学者はこの標本を G ・リブロタスの様態とみなしている。他の何十もの標本がダイナソーパーク類層から発掘されており、アメリカとカナダの各地の博物館に所蔵されている。 G. リブロタスは化石記録においてティラノサウルス科で最も代表的であり、事実上完全な成長過程が知られている。1856年にジョゼフ・ライディはモンタナ州から産出した2本のティラノサウルス科の前、ウアーゴバを記載した。これらが何の動物のものであるかは示唆されていなかったものの、葉は大型かつ眼鏡で、ライディはこれらにデイノドンと命名した。 マシューとブラウンは1992年にこれらの葉はゴルゴサウルスのものと区別できないとコメントしたがデーノドンの骨格要素が存在しないために属をシノニムにしない方針を選び以前に命名されたデーノドンリブロッタスをそのままにしたデーノドンの葉はゴルゴサウルスのものに非常に似ているもののティラノサウルス科の歯が極度に均一であるため確実にどの属のものであるかは 判断ができなかった。デーノドンは現在では一般に疑問名とされている。G リブロタスあるいは D ホーリダスのシノニムである。可能性があるものには、他にレイラップスファロキアラス、レイラップスヘイジナイニス、レイラップスインクラサタスおよびドリップテソリスケネベッカデスがいる。標本アセンム12814。かつてはアン百二十八であったモンタナ州の ツーメディスン類層とジュディス・リバー類層から算出した複数のティラノサウルスか骨格はおそらくゴルゴサウルスに属するがジーリブロタスか新種であるかは確定していない。モンタナ州から算出した標本特民2001.89-1はインディアナポリス子ども博物館に所蔵されており、病理の証拠が複数確認できる。例を挙げると治癒した足、肋骨、骨折した椎骨、 歯を失うこととなった、化学先端の骨髄炎、脳腫瘍が見られる。20世紀にはコルゴサウルスに誤って割り当てられた種も、複数あった。小型ティラノサウルス科の完全な頭骨、CMNH7541 はさらに、新しい時代である後期マーストリヒチアンのモンタナ州、ヘルクリーク類層から発見され、チャールズ W ・ギルモアが1946年に、 オルゴサウルス・ランセンシスと命名した。この標本は、ロバート・ティー・ベッカーが1988年に、ナノティラヌスに改名した。現在では、多くの古生物学者がナノティラヌスを、ティラノサウルス・レックスの容体とみなしている。同様に、1955年に、エフゲニー・マレーブは、モンゴルのネメグト層から算出した、小型ティラノサウルス化標本ピン553から1と、 ピン552から2にゴルゴサウルス乱戦ミーターとゴルゴサウルスノーボージロビと命名した。ケネスカー・ペンターはこの小型標本を1992年にマリバソリスノーボージロビに改名したが、現在はいずれもタルボサウルスバタールの様態と考えられている。アイタイ個体の復元図ゴルゴサウルスは、重脚アモクティラノサウルス科のアルバートサウルスアカに分類され、 わずかに後の時代に生息したアルバートサウルスと最も近縁である。未記載のものが存在する可能性はあるものの記載された属でアルバートサウルス赤に分類されるものは上記2属だけである。2004年にアメリカの古生物学者トーマス・アル・ホルツ・ジュニアはアパラチオサウルスがアルバートサウルス赤であることを示唆する系統解析を発表したが、 アパラチオサウルスはティラノサウルス科のすぐ外側に位置する基盤的なティラノサウルス上下として記載されていた後のホルツによる未発表の研究ではアパラチオサウルスは元の系統的位置に戻された。ダスプレトサウルスやタルボサウルスといった他のすべてのティラノサウルス科の属はティラノサウルス赤に分類される。ティラノサウルス赤と比較してアルバートサウルス赤の体育は細長く 頭骨のプロポーションは小さく上下に低く、足の下部と足が長い。ゴルゴサウルス・リブロタスと、アルバート・ソリス・サーカファゲスの類似性ゆえに、専門家は長らく両者を一つの族に統合していた。最初に与えられたアルバート・サウルスに優先権が与えられ、ゴルゴサウルスはしばしばそのジュニア・シノニムと考えられた。ウィリアム・リラー・マシューとバーナム・ブラウンは早くも1922年に、 その区別を疑った。ゴルゴサウルス・リブロタスは1970年にデール・ラッセルによりアルバート・ソリス・リブロタスとしてアルバート・サウルスに再分類され、後の数多くの論文著者が彼の研究に従った。二族を統合したことでアルバート・サウルスの地理的、時間的生息範囲は大きく拡張された。他の専門家は二族を別族として扱い続け、 カナダの古生物学者フィリップ・ジェイ・カリーは、アルバートサウルスとゴルゴサウルスの間には、ダスプレトサウルスとティラノサウルスのマホダの二族を常に区別する解剖学的相違点があると主張した。また、アラスカ州とニューメキシコ州及び北アメリカの他の地域で発見された、ミキサイのティラノサウルス化が状況の明確化に役立つと彼は綴った。グレゴリー・ポールは、ゴルゴサウルス・リブロタスが、 アルバート・ソリス・サーカファゲスの祖先であると主張した。インディアナポリス子ども博物館の骨格マウント以下は2013年に、ローウェンらが行った、系統解析に基づくティラノサウルス科のクラドグラム。ティラノサウルス科の成長曲線を示すグラフ。青色がゴルゴサウルス。エリクソン・エトるル2004に基づく、グレゴリー・ m エリクソンらは、骨の組織学を用いて、死亡年齢を推定し、 ティラノサウルス科の成長と生活感を研究した。成長曲線は様々な個体の年齢と体サイズを対応させてグラフにプロットすることで作成される。ティラノサウルス科は生涯を通じて成長を続けるが、幼年期のあと4年間は驚異的な成長を遂げる。この急激な成長が終わる頃に生成塾が起こると考えられ、生体の成長速度は極めて緩やかになる。 様々な体サイズのゴルゴサウルスの標本5つを検査し、エリクソンは急成長期における最大成長率を年間5 0ラムと計算した。これは、ダスプレトサウルスやティラノサウルスといったティラノサウルス赤よりは緩やかであるが、アルバートサウルスと並ぶ値である。ゴルゴサウルスは、生涯の半分を幼年期に費やした後、わずか数年で、 最大サイズに近い体育まで成長する。これにより、巨大なティラノサウルスカと他の小型獣脚類との中間サイズの捕食動物がいなかったため、ティラノサウルスカの容体がその生態的地位を埋めていたことが示唆されている。同様のパターンが、原生の小菩オ,オトカゲに見られ、彼らは木を張って、虫を捕食するところから始まって緩やかに成長し、 大型脊椎動物を引きずり倒すことのできる巨大な頂点捕食者に至る。アルバートサウルスを含む他のティラノサウルス科は年齢の混ざった群れを示唆する集合化石が発見されているが、コルゴサウルスには群れで行動していた化石証拠がない。ロバート・ T ・バッカーと複数の本音が傷ついた骨格。ヒューストン自然科学博物館ダイナソーマミー CSI 点より、 ゴルゴサウルス・リブロタスのホロタイプ NMC2120 については、病理研究も進んでおり、右第3肋骨、第13から14腹肋骨、左肥骨の論文が出ている。左第4、中足骨は中央と円端に荒い骸骨種が生じている。右足第3種の第3趾骨は変形し、鍵ギ爪は極めて小さく、不定形であると記載された。 これらの病理は別の恐竜と遭遇した際に発症した可能性がある。別の標本 TMP94.12600 には複数の病理がある。右肥骨軸の中央には縦に 10cm の骨折が走る。複数のあばら骨に血湯根があり、腹肋骨には偽関節が生じている。顔には噛まれたことに由来する病変があり。 この個体が死ぬ前に、傷が治癒しつつあったことが示唆されている。ロイヤルティレル古生物学博物館にて、デスポーズを取った、亜生体標本、TMP91.36-500TMP91.36-500 は、右飛骨を噛まれたが完全に治癒した痕跡を持つ、もう一つのゴルゴサウルスの標本である。歯骨にも治癒根があるほか、論文執筆者は、 右足の四骨のキノコ状の骨格化,化状に言及して記載した。四骨に同様のキノコ型の肥大化が見られる未同定のオルニトミムスカがおり、ラルフ・モルナーはこれをゴルゴサウルスのものと同様の病理であると推論している。また、TMP91.36-500 は特徴的なデスポーズで保存されている。別の標本には右四骨にわずかに治癒した構造が見られ、 骨に巨大な過骨を残している。2001年にブルース・ロス・チャイルドと他の古生物学者が行った研究では、ゴルゴサウルスに割り当てられた54本の足の骨に疲労骨折がないか調査されたが、発見されなかった。ロム1247大半のゴルゴサウルス・リブロタスの標本は、アルバータ州ダイナソーパーク類相から発見された。 この層は7650万年前から7480万年前の中期カンパニアンにあたり特にゴルゴサウルス・リブロタスの化石は7660万年前から7510万年前にあたる本層の下部から中部から産出したモンタナ州のツーメディスン類層とジュディス・リバー類層もまたゴルゴサウルスの化石が堆積している当時この地域は北。 アメリカを半分に分断していた西部内陸回路の西岸に沿った海岸平野であった。ララミー変動により西部でロッキー山脈の流起が始まるとそこから巨大な川が流れて海岸沿いの氾濫源に侵食された堆積物を運搬した。気候は顕著な季節性を伴った亜熱帯気候で、 ダイナソーパーク類層に保存された多数のボーンベッドの堆積物に代表されるように定期的な干つにより恐竜が大量死することもあった。新葉樹が林間を形成した一方、仮想植生は死だ、木製死だ、騎士植物により構成された。約7300万年前には西部内陸海路が拡大を始め、かつては海抜の高かった地域にも改新し、 ダイナソーパーク類層の生態系を水没させた。この海進は、ベアパウ海と呼ばれ、巨大なベアパウ結岩に、海洋堆積物が保存されている。ロイヤルティレル古生物学博物館の標本、ダイナソーパーク類層には、莫大な量の脊椎動物化石が保存されている。多種多様な魚類が、カッセンや三角孔を泳ぎ、具体的には、ガーやチョウザメ、サメ、エイなどがいた。 カエルやサンショウウを、カメ、ワニ、チャンプスサウルス類もまた水辺に生息していた。アズダルコカの翼竜やアパトルニスなど、オルニトラエ類の鳥類が頭上を飛び、エナンティオルニス類のアビサウルスが、オオカハメ、ゴウジュウカコウ、新獣下ナの哺乳類と共に地上に生息していた。陸上生活を送るトカゲも、数多くの種が生息しており、っていうかトカゲか、オオトカゲか、 足なしトカゲカが生息していた。特に発見される恐竜化石の豊富さと多様性は比類ない。ケラトプス科の大規模な群れはハドロサウルス科のランベオサウルスアカやサウロロフスアカの同じく大規模な群れとともに氾濫源を歩き回った。他の植物植生のグループとしてはオルニトミムス科テリジノサウルス科パキケファロサウルス科小型の長脚類、ノドサウルスカ、 アンキロサウルス科が代表的であった。オビラプトロサウルス類やトロオドン科といった小型の肉食恐竜は小型の獲物を捕食し、ダスプレトサウルスやゴルゴサウルスという体重が2桁増すようなティラノサウルス科はさらに大型の獲物を狙った。中間型の肉食動物の生態的地位は若いティラノサウルス科が占めた可能性がある。サウロルニトレステスの歯骨が ダイナソーパーク類層から発見されており、おそらくゴルゴサウルスの思われる若い、ティラノサウルス科恐竜の歯型が残されていた。ダイナソーパーク類層のダスプレトサウルス標本、FMNHPR308。フィールド博物館、ダイナソーパーク類層の中層で、ゴルゴサウルスは、より希少なティラノサウルス科のダスプレトサウルスと、共存していた。 これは二族のティラノサウルス科が同所的に生息した数少ない例の一つである。現代の捕食動物の群衆では同様の体格をした捕食者は解剖学的、行動的、地理的際により競争を制限され別々の生態的地位に分かれる。ダイナソーパーク類相のティラノサウルス科の間でのニッチの違いはまだ理解がよく進んでいない。1970年にデール・ラッセルは ゴルゴサウルスが一般に足の速いハドロサウルス科を積極的に借り、彼らより重厚なダスプレトサウルスには角や鎧をまとっていて厄介で数の少ないケラトプス科やアンキロサウルス科が残されたと仮説を立てた。しかし、同時代を示すモンタナ州のツーメディスン類層から産出したダスプレトサウルスの標本 OTM200 は蝶の領域に 両体のハドロサウルス科の残骸が残っており、別のボーンベッドからは3頭のダスプレトサウルスが、少なくとも5頭のハドロサウルス科と共に発見された。他の恐竜のグループとは異なり、標高差を利用した住み分けは両足に見られなかった。しかし、ゴルゴサウルスの化石は、ダイナソーパークといった北部の層で一般的であり、ダスプレトサウルスの種の化石は南方で豊富であった。 このパターンは他の恐竜でも見ることができる。カスモサウルス赤のケラトプスカやサウロロフス赤のハドロサウルスカもモンタナ州のトゥーメディスン類層などカンパに、アンの北アメリカ南部に多く、セントロサウルス赤とランベオサウルス赤は北方の井戸で支配的である。このティラノサウルス赤、カスモサウルス赤、サウロロフス赤の間の生態的パフォーマンスを共通していることが、 この分布パターンに示されているとホルツは提唱した。マーストリヒチアンの終わりには、ティラノサウルスレックスのようなティラノサウルス赤、エドモントサウルスやクリトサウルスといったサウロロフス赤、トリケラトプスやトロサウルスなどのカスモサウルス赤が、北アメリカ西部へ拡散した。その一方でヒパクロサウルスなど、少数の種からなるランベオサウルス赤は、希少となり、 アルバートサウルス赤とセントロサウルス赤は絶滅した。しかし、セントロサウルス赤の場合は、シノケラトップスのようにアジアで成功したものもいる。アルバートサウルス赤の化石は、ヘルクリーク類層でも発見されたが、これはティラノサウルス属に属する種であると有力視されている。ありがとうございます。